どうも斉藤紳士でございます。さあ今日は雑談会なんですけれども、なんかね、文芸誌、前に文学会の編集長の女性の方がですね、インタビューをされてまして、まあ文芸誌正直存続するできるかどうか、ここ5年が勝負だみたいな話をされていて、ああそうなんだ、もう大変なんだろうなと、思ってですね、なんとかこの、いい方向に転ばないかなという今日は雑談会なんですけども、いやというのはね、ここで僕がよく何でしょう、教科書から文学作品が消えるとか、なんかね、いろいろこう文学の行く末をこう憂いて、動画を出してるでしょ。それを出すとね、やはり皆さんすごくちゃんと見ていただいて、斉藤さんはこういうふうに思われてるんですねとか、斉藤さんは文学に何を求めますかとかね、言っていただいて非常に嬉しいんですけれども、もうすごくこういろいろ言ってるものの全てはもうちょっとでから文学界盛り上がってくれとそれが願いなんです。僕じゃあなんで盛り上がってほしいのとね、言ったら本当に純粋に書店がなくなってほしくないからなんです。そして、増えてほしいぐらいに思っているんです僕は。はい、僕はですね、休日になれば書店巡りが趣味なんですよ。一冊も買わなくても、いや買うようにしてますよ、でも買わなくても書店を回るっていうのがすごく好きなんですね。で、まあ昔は正直、家の近所にも3軒ぐらいあった本屋さんが全て今なくなっております。はい、で、それどころか、まあ梅田ね、僕が一番近い、まあ大都市といえば梅田なんですけども、大阪のね、梅田の書店ももう本当になくなってきている。うん、昔はまあ僕がアルバイトもしていた、朝日屋書店本店があったんで、本店ですよ、8階建ての本店潰れたんやからショックですよね。でその向かいにはブックファーストがあって、そこもすごく良かったんですけど、そこも潰れて、もういっぱい潰れました。もう本当に梅田だけでも、こんだけ潰れるのや。で今でももちろん頑張ってらっしゃいます、紀伊国屋書店、例えば本店はね、もうあのままありますし、グランフロント店も頑張ってますよ。で、大阪一、関西一と言われているね、売り場面積、丸善純駆動もございます。はい、あそこにもよく行かせていただいております。本当にね、頑張ってはいるんですけども、伝え書店とかもございますけども、やっぱり衰退していると。もうこれは何かというと、本が売れないんだ、電子書籍がどうのこうのとか言うけど、いや電子書籍もそうだけども、とりあえず読書っていうことがなかなかね、だってこれだけ毎日読書について、小説について動画を出している僕のこのチャンネル登録者数の少なさね、すぐ万いくべきなんですよ。正直言いましょうか、多分ね、こっから切り替えてね、見た映画を語りますにしたらね、多分ね増えますよ、もっと。それは映画好きは多いから、ただ小説好きは多くないから、そんなにやっぱ辛い、ところがあるということでございますよね。だから、まあ、なんとかしたいというところで、文芸誌はここ5年が勝負というふうに、まあ編集長の方がおっしゃるんだからそうなんだと思うんですけれども、だったらどうしたらいいんだろうなとか、まあ、でもしょうがないかとかね、思う部分もあるんです。だからその教科書からなぜなくなったら嫌なのかっていうと、僕自身がなぜ本を読もうと思うことになったか、その理由ですよ。小説をなぜ読もうと思うようになったか、きっかけ、学校の授業ですよ。僕は前にも何度も言ってると思いますけど、道徳の時間に、芥川の蜘蛛の糸を紹介したんですよ。それまで僕はね、筋肉マンだやれ、ウルトラマンだね、完全超悪のものしか見たことがなかった、物語に触れたことがなかったのに、最後ね、
まあ、なんぼ悪人や言うても一応主人公である神田が最後ブツン切られてあー落ちていってバッドエンドなわけですよ。っていうそんなことあんのが先最初なんですよ。そんなことを書かれてる世界があんので、芥川を読もう、図書館、学校の図書館に行きました、都市春を読もうとしたんです。もう覚えてますよ、読めない。とりあえずじゃあ本を読むという習慣をつけて、この都市春が読めるようになろうで、小学校5年生の時に1年かけてモーリス・ルブランのルパンをですね、1巻から30巻全部読んだんですよ。それを通読して初めて読書って楽しいっていうところが分かってから読書に目覚めたわけですよね。だからそういうところは大事なんで、僕は文学作品をなぜ取り上げないんだというと、教育に熱心ですね、偉いみたいなことを言われて、いやいや そんな大それたことじゃない大それたことじゃないです。衰退されると困る。僕は書店にいる時間が好きなんだ。だから書店がなくなってほしくないんだ。じゃあどうなるか、どうしてほしいかというと、全体的な底上げね、ということです。あの出版社の皆さん、もちろん全然部署が違うとは思うんですけども、芸能人のゴシップばっかりやって、訴訟ばっかり起こされて、でも金になるからさって言ってますけど、その金で食った飯うまいかい？有吉さんがよう言ってるけど、自分の息子に言えるかい？お父さん仕事何やってんの？芸能人がね、不倫してるかどうかをね、毎日こう追いかけてね、あることないこと言ってね、ご飯食べてます。はい、そのお金で今日買ったほらハンバーグお食べ言えるのかっつって、恥ずかしいだろって。もちろんそこに好き好んでいた人たちばっかりじゃないと思うけども、お金になるからといってね、そういうなんか汚いような金ばかりを追い求めていたらどうでしょう。出版社さん潰れますせ、マジで。頑張る方向が間違ってるんじゃないかなと。だからもちろん文芸誌で頑張ってらっしゃる方とかね、そっち方面で頑張ってらっしゃる方、頑張ってくださいというふうに思いますけどもね。パパラッチみたいな、ことをいつまでもやってる部署に寄りかかったりとか、そのお金ばっかりを目当てにしてたらいいことにはならないよというふうに僕は思っています。はい、なのでそこら辺も見直してはいかがでしょうか。芸能人の不倫なんてね、それはね、金になるのかもしれないですけどもね、ほとんどの人どうでもいいですよ。まあどうでもよくないのかな。僕は極端に興味ないんで、どうでもええがないし、他人のことやろうって思うんでね、まああんまり良くないなというふうに思います。どうか頑張ってください、文芸師さん。ここ5年が勝負なんだそうで、勝負に勝ってください。はい、というわけで今日は以上でございます。どうもありがとうございました。